お父さん、お誕生日、おめでとう。お父さん、50回目のお誕生日、心からおめでとう。そして、いつもありがとう。ムーンガザの地下暮らしにはなれた。去年の夏休み、お父さんが乗った月行きの船を港で見送ったとき、私は涙が止まらなかった。お兄ちゃんもお母さんも、泣いてた。 三年間も離れ離れになるなんて考えただけでもすごく悲しかったから。だけどみんなが安心して暮らせる街を作るために地下の研究所で働くのはとっても大切だし優しいお父さんらしいから応援してるね。一週間前にキャンプの学校で面白いお話を先生がしてくれたの。私たちがもう少し大きくなったら 順番に月へお引っ越しするだろうから、その時、何を持っていく大きなものとか重たいものは持っていけないけれど、100リットルのスーツケースに入る量までなら OK だよって。それでね、クラスのみんなで意見を出して、先生がそれをボードに書いていって、いろんなものが集まった。一人一人の個性がとっても現れていたし、 月に着いたら全部みんなで共有するから楽しみ。私が持っていくのは絵本だよ。お父さんとお母さんがプレゼントしてくれたり書いてくれたたくさんの絵本。楽しいお話、悲しいお話、怖いお話、優しいお話、いっぱいあってどれも大好きだから全部持っていきたいけれど。お洋服とか教科書も入れたいから 30冊だけにした。持っていかない絵本は近所のお友達へプレゼントするの。一緒に遊んだ時、嬉しそうに読んでいたものはその子にあげたり、別の子にはおすすめのものをあげたり。いいアイデアでしょ月についたお父さんから届いたお写真、とっても綺麗だったね。ワクワクしたし、驚いた。だって、あんなに広くて、 まだ少ししかできてないけれど、ドームも建物も公園も立派で、過ごしやすそうだったから。誰でも無料で使える市場や病院があって、優しい AI たちと一緒に、毎日安全に生きられるなんて、まるで楽園みたい。地球のガザもこうだったらいいなって、思う。お父さん、どうして大人の人たちは、戦争をしたり殺し合いをしたり、 物やお金を奪い合うの。おじいちゃんとかおばあちゃんに聞いても黙って泣くばかりで答えを教えてくれないの。ずっと昔からそうなんだって。良くなった時代もあったけれど、しばらくしたらまた紛争や戦争が起こって町や家が壊されてお友達や親戚が亡くなって病院にも連れて行ってあげられなくてお葬式もしてあげられなくって。 どうして子供の頃、同じような思いで悲しんだはずなのに、大きくなったら忘れちゃうの。私、戦争や人殺しは、本当にやめてほしいの。ご飯もお金も電気もお水も、少ししかない。キャンプも学校もおんぼろで、お洋服も教科書もお古だけど、みんな優しいし困ってる人を助けてる。だから、 私は今の暮らしも嫌いじゃないよ。だって、お花も鳥さんもそうやって生きてるから。確かに、意地悪なことをする子もたまにいるけれど、その子だって本当は優しいし、意地悪してしまうのは、悲しいことがあった時とか意地悪をされた時。だから、みんな優しく生きられますようにって、毎日お祈りするね。お父さん、お誕生日おめでとう。 いつもありがとう。会える日を楽しみにしてる。ME13 年1月1日、アキコ、ハムダン、スレイマン、アルクアラ。